西武4000系電車は1988年に登場した西武鉄道の旅客用電車。本系列は秩父鉄道秩父本線への直通運転用に設計され、1988年11月に東急車両製造で製造された第一編成が竣工、以後全編成が同社で製造された。製造にあたっては廃車された101系の主電動機。 主制魚器、ブレーキ装置、台車、電動発電機が流用された。旅客用扉は片側2ドアで、座席はセミクロスシートが採用された。車体は8500系同様の白色をベースに青、赤、緑色のストライプを配したライオンズカーラーとなっているが、8500系とは違い各色の境に白色のラインが入る。1988年12月5日から、 営業運転を開始している。このコーデは、登場時の形態について記す。反応型から、池袋方面に向かって区波4001、は波4101、は波4101、区波4001の一編成4両で、蘇生され、TC1 社に、トイレ、M1 社に、主制御装置とパンタグラフ2機、M2 社に、電動発電機と、空気圧縮機を備える。車体は、 構造や腐食しやすい箇所には、ステンレス鋼、屋根や腰板には、対抗性鋼板が用いられている。前面は、貫通型とされ、前面窓内に種別表示器と標識等、車体側面の幕板中央には、行き先表示器を搭載。なお、急行灯は1998年頃に、使用停止になった。制御装置はそもそも即ブレーキ及び発電ブレーキを、 備えた m、MM、m c h t b 2 e で 150kW の主電動機8台を制御している。主抵抗機は16箱構成で、種車の101系とは配置が異なる。補助電源装置は150化の直流電動発電機 MG-117AS。台車は TC 車が FS072、M 車が FS372。空気圧縮機は HS-20K。パンタグラフは東洋電気製造製でステンレス製の PT4320SA-M。冷房機は CU-72C 型でマイコン制御により自動運転を行う。座席はドア管とつま部が固定式、クロスシート、飛ぶクロブが二人掛けロングシート。 クロスシートのシート幅は 942mm、シートピッチは 1640mm で、背ずりは1人分に分割されている。モケットは TC1 社の M1 社よりのロングシート及び M1 社の TC1 社よりつまぶにボックスに設定されたシルバーシートが快力色で、その他は青色。窓はバランサ付き1枚加工式で座席1ボックスにつき2連1組を配置。 車内の釣り広告は路線案内など最小限に止められている。天井はラインフロー式の冷風吹き出し口を備えた平ら天井。蛍光灯はカバー式付きのものが連続して並んでいる。TC1 社の車端部には和式トイレと飲料自動販売機、くず物入れが設置され、その部分は座席が1ボックスなかった。なお、4 0 9編成以降では、 トイレ部のつま面に換気扇が設けられており、車体が張り出している。暖房は2000系に比べ6割以上強化され、トイレと乗務員室には温風ヒーターを備える。客用扉は 1300mm 両開きのものが片側2箇所。ドアレールには凍結防止のためヒーターを備えている。土平装置は DP-45ST と SI 式の組み合わせで、 カモイブに搭載されている。また、下記及び、当器の長時間停車時の車内空調維持のためかく、ドアに開閉押しボタンが設けられており、半自動扱いを行える。運転台には、モニタ装置が搭載され、各社の主要機器に異常が発生した場合は、表示により当該号車や異常項目を確認することができる。放送装置は分割放送機能を備え、 編成ごとに放送が可能。また、TC1 に搭載された行き先表示機指令装置では、編成別に表示を設定することができた。その他、自動解決装置により、運転台のスイッチ操作で、空気お及び電気連結器の施錠、解錠を行うことが可能。その他、前述の通り4 0 0編成以降は、トイレの妻部に換気扇があることや、区波4000号のみ、 屋根上空調装置の歩み板が連結面寄りに変異しているなどの差異がある。運転台池袋線反応駅西部秩父線、西部秩父駅、秩父鉄道線をお花畑駅間でワンマン運転を可能にするため2002年2月から2003年1月にかけてワンマン化改造が行われた。内容は以下の通り、同線区は2003年3月12日に ワンマン運転が開始された。秩父鉄道線のワンマン運転には対応していない。ため、同線乗り入れ列車には、車掌が乗務する。4001階の運転台の SIV 車、表示乗り入れ先の秩父鉄道線を走行する、急行池袋駅行きの4000系2020年3月14日、改正以降の運用は、反応駅西部秩父駅間の各駅停車が主体。 秩父鉄道線への乗り入れ運用は、下りは、反応駅発の各駅停車三部口駅、長泥駅行き、上りは、三部口駅、長泥駅発の各駅停車反応駅行きに、充当されている。平日は朝に上り1本、夕方に下り1本の位置往復が運行され、土休日は、午前に下り2本、午後に上り2本の計に往復が運行される。いずれも分割、併合は、 横瀬駅で行う。また、現在は、半導駅移動での定期運用は存在しない。同休日の乗り入れ運用は、2012年6月30日改正の時点では、快速急行として、池袋駅、三部口駅、長泥駅間で運行されていた。2013年3月16日改正で、上り池袋駅行きが急行に変更され、2020年3月14日、 改正では、運行区間を、反応駅、三部口駅、長泥駅に短縮し、種別を各駅停車に変更した。乗り入れ列車は当初は、ハブ方面は、野上駅行きで、1992年に、よりん駅まで延長されたが、現在は、長泥駅までに短縮されている。また、かつては、秩父鉄道線内折り返し列車にも充当されていた。通常は4両での運転だが、 七部鉄道乗り入れ列車や繁忙期は2編成を連結して8両で運転される。その他、2015年に統計式4両編成での本川越駅西部球場前駅間1往復の貸し切り列車による人前挙式プランハッピートレーンウェディングの販売が発表された。 また2015年5月に放送されたタモリクラブの特別企画では西武新宿駅所沢駅小手差し車両基地間で統計式4両編成の団体臨時列車を運行している西武旅するレストラン52席の私服は4009編成を改造した全席レストランの観光電車である2015年6月に開発の着手が発表され当列車の開発は 西武鉄道100年アニバーサリーの集大成と位置づけられた。同年12月に愛称やロゴマークなどを含む概要が発表され、翌2016年3月22日に4009編成が武蔵川岡車両研修場を出場、試運転や関係者の見学会を経て4月17日に運行を開始した。なお、同日池袋駅で行われる予定だった。 出発式は、九州地方で発生した地震を鑑みて中止された。運行開始からしばらくは、池袋駅西部秩父駅間、西部新宿駅西部秩父駅間の航路で、運転されていたが、12月17日に初めて、本川越駅発着のプランが再行された。西部旅するレストラン52席の私服の愛称は、当編成の定員が52人であることに由来し、 コピーライターの谷山正和が担当。アートディレクターの小平正義が担当したロゴマークは愛称の52日なんでトランプの柄に見立てられており、スペードには水、ダイヤには紅葉、クローバーには緑と私服ハートには乗客とスタッフの気持ちが通う空間と時間にという思いが込められている。なお、このロゴは商標登録されている。 また、列車の出発時と到着時に流す車内メロディの作曲は、向谷実が手掛けた。この他、総合プロデュースオペレーションは株式会社、NKB、外装、内装のデザインは建築家の熊健吾が担当。埼玉県西部産西川材や、柿渋足を使った天井などで高級感を演出している。設計、製作は、総合車両製作所が行い、 後期は2015年9月から2016年3月で、総工費は3億円。なお、竣工後の4009編成は、車両番号に変化はないが、形式称号が従来の4000系から52型に改められている。改造点は以下の通り。これらの改造により、定員と次長が TC1、0人、34.24トン、M1 時26分人、 44.1トン、M20 人、43.5トン、TC2 時26分人、34.4トンに変化した。観光電車の運行は、午前中に出発するブランチコースが、池袋駅西部秩父駅、西部新宿駅西部秩父駅、西部新宿駅本川越駅、夕方頃に出発するディナーコースが、西部秩父駅池袋駅、 西武秩父駅西武新宿駅、本川越駅西武新宿駅、池袋駅池袋駅の航路で設定されており、料理は有名店、有名シェフ監修のものが、季節代わりで提供される。食材の搬入は、池袋線での運転時は、豊島園駅、新宿線での運転時は、上尺 G で行われる。予約は専用ウェブサイトから行う。予約は、 旅行日の10日前まで可能で、支払いはクレジットカードによるオンライン決済のみ。一人のみでの申し込みは不可。乗車のみのプラン及び子供料金の設定はないブランチコースの西部秩父駅行きのみ、足が久保駅で下車し、旅行を終了することができるが、それ以外は途中下車はできない。運行は土休日を中心に年間100日程度予定されている。 2016年5月14日に指導された環境活動、地域貢献活動プロジェクトに際しては、食事提供を伴わない団体臨時列車として、池袋線、西武秩父線で運転された。2017年1月25日には、ブライダルサロン、メゾンド・マリアージュとコラボレーションし、当編成を貸し切っての結婚式を行うプランの発売が発表された。 新型コロナウイルス感染症の流行で2020年春は3ヶ月運休し再開後も利用に際しては体温測定を求められる。判例。ありがとうございます。